このクソが。この光景を見たらきっと誰もがバカだと思うだろう。そうだバカだ、自分でもわかる。普段は自分の感情を押し込んでいた。だけど人間を押し込んでいた感情が何かをきっかけに爆発してしまうってことあるだろう。え、でもそれで死んだら意味ないよな。本当バカだと思うよ。だって俺は自分の感情を制御できずに 100kg もある車椅子と一緒に 15m 下まで落下したんだから。ヒロヒロ探偵団。早く帰って休みたい。俺はヒロシ、中国人だが、まあ本名はこの話には関係ないから勘弁してくれ。足が悪くて歩けない俺の相棒は電動車椅子だ。もともとストレスを溜め込みやすかった俺はストレスからドカ食い、そのせいで膝を痛めてあっという間に車椅子生活。怒りを発散させたいが、怒りを我慢しないのは中国人ではなく韓国人の方だから、そこは誤解しないでほしいな。中国人は怒りを表面に出すことを良しとしない。だから俺自身がどんなにストレスを溜め込みやすかろうが、そんなのは関係ない。それが中国人なのだから、そうするしかないのだ。なあ、俺これから取引先と会議あるから、この書類やっといてくんない？わかりました。なんでいつも俺ばっかり。電動車椅子生活だろうと仕事はしていた。だが俺のことを気に入らない先輩はいつもいつも俺に仕事を押し付ける。自分の仕事を処理するのでいっぱいいっぱいだというのに、あいつはそんなのお構いなしだ。はあ、早く家に帰って休みたい。俺が通勤に使っていた駅はどの駅よりも列車が多く、2004年には高速鉄道の TKX が通ることから大規模な改修が行われた。駅の利用者が増えることが予想され、高齢者や障害者が使いやすいようにとエレベーターも増えた。だから電動車椅子に乗っている俺もこの駅を通勤に利用することによってかなり助かってはいた。毎日夜遅くまで俺を何だと思ってるんだよ。今日も残業だった俺だが、あまりにも仕事が多すぎて頭がクラクラしたままキロについていた。一刻も早く家に帰って休みたい。だが22時台にもなると列車の本数はかなり少ない。次の列車を逃したら次は20分後かよ。急がなきゃ。このストレスから一刻も早く解放されたい。そのためには早く家に帰らなければならない。エレベーターにすぐ乗れれば間に合うだろうが、エレベーターに乗れなければ間に合わないかもしれない。俺は急いだ。エレベーターに通じる道はカーブになっていて、近くまで寄らないと空いているのかわからない。そして 100kg にもなる車椅子をレバーで加速させ、急いだところ、エレベーターの扉が開いているのが見えた。よし乗れそうだ。これで列車にも間に合う。そう思ってさらに加速させる。だがそのエレベーターにはすでに女性が乗っていた。そしてゆっくりと扉が閉まっていく。やばい、閉まる。俺は先ほどよりもさらに加速させてエレベーターに乗ろうとする。しかし中に入っている女性は俺に気づくことはなく、閉まりきる直前ようやく気づいたようだが、随分と驚いたようで開くボタンを押すことはなかった。くそー、乗れなかった。乗れるという期待をしていたからこそ腹が立った。無残にも大きな音を立てて俺の電動車椅子が扉に直撃した。俺の体重は 80kg ほどあるし、車椅子自体はすごく丈夫にできているから怪我をすることはなかった。だけどその大げさな音によって何かが弾けた。なんで障害者でも高齢者でもないあの女が車椅子の俺を置いてのんきにエレベーターに乗ってんだよ。ずっと抑えつけていた怒り、それが解き放たれたような、そんな感じだった。大体何なんだよ、どいつもこいつも俺のことバカにしやがって。こうなるともう自分でもどうにもならない。昔母さんにお前はもう少し自分の感情をコントロールできるようになりなさいと言われたのを思い出した。どうして俺ばかりがいつもいつもこんな目に遭わなければならないのか。地段だを踏めるのなら地段だを踏みたい。だが俺の足は不自由だ。だから俺は怒りに任せて、エレベーターから2メートルほど離れた。そしてエレベーターに向かってレバーを思い切り倒し加速させた。目的？ぶつかるためだ。俺が怒るのは怒らせた奴が悪い。怒りをあらわにすることがカッコ悪い。そんなのはもう関係ない。この野郎！
そして扉にぶつかると、今度は車椅子のハンドル部分を強く握って前に出し、扉に向かって体重をかけた。ぶつかったことで扉が歪んだ。スカッとすると思ったが、俺の蓄積されたストレスはまだ発散されたがっている。俺は再び後ろに下がり、エレベーターに突進。あーくそーくそくそくそー。同じように突撃して体重をかける。すると今度は扉の下の方が外れた。もういっそのこと、この扉を壊してあのクソ穴が乗っている昇降機に落としてやろう。そう思った。俺はもう一度後ろに下がり加速させる。次こそ扉は外れるだろう。そう思った。だが扉は外れなかった。俺はのれんをくぐるようにして暗闇に入っていた。この状況でぶつかったらそのまま落下する、そんなのは少し考えればわかるはずなのに、あまりにも頭に血が昇っていた俺にはそこまで及ばなかった。当然俺は電動車椅子ごとエレベーターの昇降路を落ちていく。もう俺にはどうすることもできない。どこまでも落ちていく。エレベーターの昇降機は地下2階まで下がっていたようで、俺は15メートルもの高さを落下した。誰が助け。そして俺は昇降機にぶつかった。さっきのクソアマはすでにエレベーターを降りたようで誰も乗っていなかった。救急隊が来たらしいが、俺はすでに息絶えていてどうすることもできなかったという。まあそうだよな。昇降機は天井が抜けていて、俺の頭蓋骨は陥没。生きられるはずないよな。どうやら俺の死後、点検の不備などが疑われたらしいが、全て問題もなければ、扉も基準に沿った強度だった。そして全て、エレベーターの前を映していた監視カメラによって、俺が元凶であることがはっきりと分かってしまった。この映像は世界中で今も再生され続け、バカだなんだと騒がれている。でも仕方ないよな。自分の感情をコントロールできなかったのは俺なんだから。あの時母さんに言われた通りにしていればこんなことにはならなかったのかもしれないな。もう後悔したって遅いけどさ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。